まあ、今回できることとしてはこの形が、うん、まあ、最もいいんじゃないかということで、はい、花風月はやっぱり花風月なんだなっていうのを久々に感じました。そうですね。じゃあ2年ぶりの花風月です。この贅沢さを、本当にひしひしと感じて、この2年間でも、我々少しずつ大きくなってきたんだなというのを実感して、本当に感謝の気持ちで溢れています。結構喋るバンドなんでちょっとだけ、伸びがちですが、ちゃんと切りながら、いつもの花風月を思い出しながらやっていきたいと思いますので、今日はアットホームにとにかく、よろしくお願いします。お願いします。一番最初に、まあ、声をかけてくれたのは優子さんですけど、花風月にメールが来てたんですよね。その方の思いをすごくメールに綴ってくださっていて、でそれを読んだ優子さんが、いやぜひ3月にこういうことやりたいねと。もともとこの時期にちゃんとしたライブじゃなくて3人で楽器持ってポロッと行かないっていうお誘いをしようとしてて、なんかそういうのもいいよね久々にって言ってたところにそのメールも来てて、割とすごい僕が重なったんで、じゃあ最初は行こうかって言ったんだよね、向こうにね、方法とか。そうですね、いろいろね東北の会場当たったりとかも実際したんですけれど、うん、でもやっぱ急だったのとか、まあいろいろねベストな形、そのチャリティーをするっていう目的でどういう形が一番いいのかなっていうので、まあ、今回できることとしてはこの形が、うん、まあ、最もいいんじゃないかということで、はい、東京でやりました、ね、はい、まあ続けられたらいいですね。そうですね、うん、まあ、不定期でもね、はい、うと踊りと、あ、剣舞もやるでしょ、ピアノだもん。ちょっとここから見るのが大事なの。クロナさん、エンジン組みますよ。クロナさん、エンジン組みますよ。いや、いいよ、でっかい声出すよ、俺。お笑い、こっち。ほれやーとか言って。クロナさん、いるのみたいな。じゃあ、ゼイさん、言って。はい。
じゃあ2年ぶりの那風月です。いくぞ、せーの、もうなんだ、ありゃめっちゃ俺らじゃない、さあそれでまんまなってぐちゃぐちゃバラバラだったバラバラやだよ、待ち合わせ先に着きました。よかったよかった入っていきましょう。本日はお越しいただきまして誠にありがとうございます。休みの中、だいぶ久しぶりになりますけれども、花風月2年ぶりのライブということで、今日は東日本大震災のチャリティーライブということで、そして花風月7周年でもありますけれども、久しぶりにライブを開催することができました。1ヶ月前ぐらいの告知にもかかわらず急遽ですね、できるかもしれないというこういう素敵な場所も、見つかり、そしてこうしてたくさんの皆様がここに集まってくれて本当に嬉しく思っております。今日最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、チャリティーコンサートということで、あの花風月がちょうど3人出会う寸前に震災が起きていてですね、あの2011年の末に初めて大さんと私が連絡を取っていて、まあ、私はふるさとが茨城であり大さんは福島であり、それぞれ親戚だったり家族だったりはこう各々の家が潰れてしまったりとかそういった経験もしながら過ごしていたんですが、あの花風月で出会ってまた新しい音楽をしようと、すぐにあの曲をたくさん私書き下ろしたんですね。その中の一曲が実は東日本大震災 の, あのいろんな、話を聞いて、書いた曲で、あの場所へという曲があるんです。やっと皆さんの前でそういった理由で作ったんだよとはっきりと実はあまり言ったことがないんですけれども、あの今日は今からこのあの場所へをお届けしたいと思うんですが、すごくあこの場所行ってみたいなと思うような東日本の綺麗な風景なんかを思い浮かべながら、聞いていただければと思います。この闇を抜ければ輝く
まあ、2年ぶりに単独公演をやった花風月なんですが、来月、来月じゃないや、再来月、再びライブがあります。5月25日に、福岡の音楽祭、遠いよね、福岡、ここ東京ですよ。今日福岡からいらっしゃってる方っていらっしゃるんですかね。九州、はあ、あ少し、あ、いらっしゃいます、いらっしゃいます、いらっしゃいます、ありがとうございます。遠いところ、ありがとうございます。ぜひね、5月もお越しいただければと思うんですけれども、今回まあフェスなんですけれど、葉加瀬太郎さんとか藤井フミヤさんとか、そうそうたるメンツですよ ね、その中に花風月ってすごいす、ね、何花風月ってっていう感じだと思うんですけど、誰みたいな、ね、誰っていう感じだと思うんだけど、ちょっとその中でやらせていただきます。神社のその時ちょうど朝くんもね、福岡にいるからね、そうなんだよね、パディしようって言われた、パリピだからね、朝くんね。花風月はそんな感じで、次のね単独公演とかまだ決まってないんですけれども、わかんないです、また2年後とかそういうことになるかどうか。うそー、いや、やりたいんだよね、まあ、いいじゃないですか、そういうなんかそういうのもね、いや、やりたいですよね。あのね、本当にね、今回ね、久しぶりにリハーサルで1回目合わせたら、はい、曲忘れてる忘れてる、本当にね、あれ、ここ誰が入んだっけ、そう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 、ね、誰のソロだったっけみたいな感じで、お前だよって言ったそう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 ね、やっぱり半年に1回ぐらいはやりたいですよね。できたらいいですよね。ありがとうございます。今日初めて来た人も、ああ、よく喋るんだなって分かっただろうしね。そうね、この人たち喋るんだな。まあ半分トークショーですよね、花風月は。いやいやいや、そうなんですか。あとはあれですよね、もう昨日が発売日だったじゃないですか。見た人、お、ありがとうございます。見てない人、まだね、ちょっとよく見せて。いや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 、見てない人、あー、ちょっと、でもね、昨日の今日ですからね、家に届いたかな、どうかな、不在票入ってるかなっていう状態でここに来てる人もね、いると思いますよ。めっちゃ黒菜さんと町屋さん手挙げてた、見てないっつって。あ、そう。第3号終えますよ、皆さん。あの、僕だけじゃないですよ、あのメンバー全員ね、一人一人終えるようにもなってますし、あとは副音声でね、いろいろまた喋ったりとかもしています。はい、はい、第3のことをひたすら追う岐阜ランブね。はい、だからあの僕以外もいるんで大丈夫です、はい、いや、第3しか再生しないでしょ、みんな今日来てる人は。本当ですか。約束ですよ。夜に開く可憐な花も月が照らす、社会に対してできることみたいなところがあると思うので、それは変わらずに、実現することができたので、まあ、これをきっかけに、まあ、チャリティーっていうのも少しずつできる範囲で活気を重ねていって、いずれはね、その現地に行って、そこの子どもたちとか、まあ、音楽をやりたいって子がいたら一緒に共演したりとか、そんなこともできたらいいなと思ってます。まあ、今回そのグッズの中にも
僕の地元いわき市で作っているオーガニックコットンで作ったタオルハンカチというものを用意させていただいたんですけども、僕としてはその被災地がふるさとでもあるんで、そことその、まあ、東京各地から来てくださった皆さんが、まあ、つながるきっかけにもなったらいいなと思っています。ちょっとカミカミでした。あの花風月はやっぱり花風月なんだなっていうのを久々に感じました。そうですね、なんかまた違うんだよね、この3人で演奏する時のこの感じみたいなのね、なんか久しぶりに感じて、なんかあ同じ人なのにこんな違うかっていうなんか感覚を久々に感じた、ね、はい。花風月で初めて T シャツを着るっていうね、グッズ T シャツを着るっていう試みをしてみたんですけれど初だね。そうね、今までやったことないからね。なんで着替えたの？いや、なんかやってみようかなと思ってしたらね、さっきまで長袖だったから気づかなかったんだけど、半袖になったらあれ、なんか手首にゴムついてるなと思って、これあれですね、あのお弁当の輪ゴムライブ中ずっとついてたっておじいちゃんみたいでいいじゃん。いや、今気づきましたわ。まあ、紫だからね。それで気づいて、まあ、撮ろうとしたら、うん、めっちゃ清志と私に撮んない方がいいよって、そう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 って弁当のゴムつけて出てきたけど、はい、あと画伯展見ました、みんな。うんうんうん、画伯知らない人もいると思うよ。はい、あの私がですね、茨城県でですね、茨城ら TV っていう番組のパーソナリティを約3年務めてたことがあって、そこにですね、みんなにね、あの代わる代わりね、アルバイトで来てもらってゲスト出演してもらったんですけど、あの和楽器バンドでね、僕たちがね、アルバイトで、はい、行きました、はい、来てもらってて番組やってたんですが、その時に何にも気にしないで我々の絵を下書きなしで、うん、で何も見ずにパッとイメージしたので描く画伯がいて、汚い画伯と綺麗な画伯がいて、綺麗な画伯は割とまともな絵描くんですが、汚い画伯はすごいパンチ効いてるんですが、今回個展やりましょうよって言ったら本当に始まってました。ぜひ見て帰ってください。そう、私がなんか本当に気を使わないので、私がエガちゃんになってる絵とか描いた、ゆうこさんをあんなに汚く描けるのは汚い画伯ぐらいですよね。本当にすごいなと思いますよいや、いいんです、すごいいじられて嬉しい私が今さっきイバキラと言いましたけれども、そのイバキラ TV のために書いた、始まりの光という、曲をラストお届けしたいと思います。この曲はですね、本当に水戸の風景を歌っている曲なので、皆さん明るく楽しい気持ちで聴いていただければと思います。今日は本当にありがとうございました。イバキラ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 輝く塔から見える幸せの時計乱射してみんなの元へ降り注ぐ。イバキラ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 いつも笑顔見せてあげる。ここから始まる物語。忘れかけてた思い今聞こえるそのリクエストすぐに答えるから。今キラ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 広がるご飯に映る希望の光が連鎖してみんなの元で咲き誇る。今キラキラせせらぎの中
ら手を取り一度だけ見せた涙を全て包み込む風通り過ぎる列車の音をかき消すように叫んだ夢の続きを覚えてる明日へ繋がる景色この瞬間をそう届けたいいつもそばにいるよ TV をご覧の皆さん、鈴花優子です。いつもありがとうございます。 VTuber のひよりちゃんもすごく人気ということで、なんだっけ、そういう自治体というか県とかがやっているチャンネルが初めて、10万人超えたっていうニュースを見て、すごい面白いことをこうやって続けてるんだなって思って、私たちもまたなんかねできることがあれば今後も突然こう現れて盛り上げられたらと思うんですけれども、今回はチャリティーコンサートということで、茨城県もですね、被災の土地でもありますけれども、うちのおばあちゃんちなんかまだ壁がそのまま壊れてる場所もあったりして、またね、茨城県でもライブができたらいいなっていうのもありますけれども、今後もですね、和楽器バンドも花風月もいろいろライブもありますので、活動を見ていただきつつ、私たちも音楽でいろんな思いをこう伝えていきたいと思いますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ最後に、綺麗な楽から、はい、あこれあれじゃん、いい案内人じゃん、案内人大さんやった方がいいよ、やっぱおい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 あ、こいこいおいおいおい、これ小さな案内人大さんっぽいじゃん、いいじゃん、似てるね、これでもみんな似てるね、わかるね、同じ顔なのにわかるね、そう、すごい可愛いです、ありがとうございますありがとうございますまた楽しみにしてます、個展また開きましょう